今回は日本テレビアナウンサー岩田絵里奈さんの話題です。岩田絵里奈さんが先日自身のインスタグラムに投稿した日本テレビ佐藤里奈アナと知人の結婚式に出席した際のドレスアップツーショット写真がネットニュースになりましたが、佐藤里奈さんは岩田絵里奈さんより1学年上で慶応義塾大学時代からの先輩にあたります。東京都出身で1995年8月30日生まれ、28歳の岩田絵里奈さんは先輩佐藤里奈さんに続いて2018年に日本テレビに入社します。1年目からビートたけしさん、所ジョージさんという大御所が出演する世界丸見え、テレビ特捜部の MC に抜擢され、3年目の2021年には前任の三浦あさみアナが ZIP 総合司会に就任するため朝のワイドショー番組スッキリのサブ MC となり、番組終了まで務めました。その後もバラエティ番組を中心に出演されています。世界丸見えもそうですが、長く続いているいわば看板番組を任されることが多く、そういった番組は大抵芸能界でもトップクラスのタレントさんがレギュラーとして出演されていますが、岩田絵里奈さんは物怖じすることなくしっかりと自分の仕事をこなすからこその起用なのでしょう。岩田絵里奈さんが芸能界の大スターを前にしても必要以上に緊張することもないように見えるのは、中学時代から芸能事務所に所属し女優さんとして活動していた経歴も要因の一つなのではないでしょうか。出演した作品はあまり多くありませんが、綾瀬はるかさん主演のドラマにゲスト出演したり、 BS、TBS で2010年に放送されたニコニコ動画とニコニコノリの共同制作ドラマニコニコ少女では主演を務めています。女優さんやタレントさんとしての経験に加え、明るいキャラクターということもあってキー局の女性アナウンサーとしては珍しく、体当たり系な仕事も多い岩田絵里奈さん、そういった仕事にも全力で取り組んでいるからなのか、それとも小さいことは気にしないタイプなのか、無防備に見える場合がよくあり、その度にネットをざわつかせてしまいます。2019年にはレギュラー出演していた週一でハーネスをつけて挑む高所の吊り橋を渡ることになったのですが、岩田絵里奈ちゃんからかわいすぎる。でも女に嫌われそうだな。岩田ちゃんかわいすぎやろ。岩田アナはバラエティ全振りか。揺らしてどうぞ。ケツ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 でかすぎ。万全見えた。岩田アナのケツ。岩田さん胸もお尻もピタッとしてる。しびしび。岩田アナお嫁さんにしたい。なんかでっかい色気のなさそうなパンツの線だな。岩田ちゃん日テレで一番可愛いけど貧乳だな。可愛い。情報番組などでニットを着用することも多い岩田絵里奈さん、その場合もネットでは話題になるのですが、それ以上に話題になることが多いのは安定感のあるお尻。2022年にスッキリサブ MC として挑んだ巨人戦の始球式、惜しくもノーバンとはいきませんでしたが、ノーパンでもなかったことがファンを歓喜させてしまいました。エリナのノーパン始球式画像ください。エリナサービスしすぎや。普通に透けてるね。女の子投げ。岩田エリナちゃんのデカパンチたまらん。こんなマッチリ透けてるの珍しいよね。巨人 YouTube にある始球式動画の再生回数が71万でダントツの1位やん。キンクリ始球式より再生回数多い。さすが日テレ一の人気やな。エブの力がいないということや。スッキリ終了後は帯番組への出演がない岩田絵里奈さん、プライム帯のレギュラーが4本あるので忙しいことに変わりはないと思われますが、ずっとポスト三浦アナと言われてきたため、ニュースや情報系の帯番組に岩田絵里奈さんが起用されないのも残念です。2023年になって日本テレビのニュース専門チャンネル日テレニュース24で岩田絵里奈さんが担当することが増えたことから、ニュースゼロかニュースエブリーに起用されるのではないかとネットニュースなどで噂されていました。12月14日にニュースゼロは有働由美子さんが3月で降板することが発表されましたが、後任は現在夕方のニュースエブリーを担当している藤井貴彦アナ。藤井さんが抜けるニュースエブリーは鈴江奈々アナと森圭介アナが担当することも発表され、岩田絵里奈さんの名前は挙がりませんでした。スッキリの後番組デーデーも入社3年目の黒田美優アナが担当されています。先日発表されたオリコン好きな女子アナランキングで前年の6位から4位にランクアップした岩田絵里奈さん、人気も実力も兼ね備え、まさにエース候補にふさわしいのですが、 NHK でも民放でも局の看板帯番組を担当してこそエース。岩田絵里奈さんの起用来年度はなさそうですが、再来年、それとも
その前にフリー転身なんてことはないですよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは厳選した美女の話題を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。